今学校おもないね、仕事おもないねって言ってる人は、もう厳しいこと言いますけど、あんたがおもないので、あんたがおもんない人やねんでっていうことをこう意識して、変わっていってほしいなというふうに思います。はい、皆さん、こんばんは。くろまです。今日はこれですね。学校って楽しいの？っていう、これめちゃめちゃ聞かれる質問です。皆さんも思ってるんじゃないでしょうか。学校って楽しいの？っていうところの部分、今日はこれに、答えていきたいというふうに思います。皆さんはどうですか？学校って楽しいですか？っていうところの部分に、楽しかったっていう人と、いや、しんどかったっていう人といっぱいいると思いますけど、私の中で答えをまず言いますね。学校は楽しくないです。もう言い切っちゃいます。学校は楽しくないです。だって学校ってエンターテインメントの場所じゃないので。なので、まあ、USJ さんとか、東京ディズニーランドと違うので、学校っていうのは楽しくないです。だって皆さんを楽しませる場所じゃないから。これは仕事も多分一緒で、仕事って楽しいんですかってこう思った時に、楽しくないって答える人も多分たくさんいます。ちなみに私は楽しいし、学校も今楽しいと思ってます。でもほとんどの子供たちっていうのは学校楽しくないと思ってて、仕事ももしかしたら楽しくなさそうと思ってるかもしれないです。で、ほとんどの人のこの原因は、待ってます。楽しいことを起こるのを待ってる。誰かが楽しませてくれる、何かをやってくれるのを待ってる状態、教室で。で、学校教育っていうのはそもそも皆さんにこう知識を与える場所みたいな感じになってるんですよね、日本って。やっぱりだから、国語の何々を教えてくれる、英語の何々を教えてくれる。言ったら自分も望んでるかもしれないけど、基本的に望んでなくても、学校で席座ってこうやって待ってたら、宿題もらえたり、課題もらえたり、テストもらえたり、成績もらえたりみたいな、いろんなものを待ってるだけでいいんですよ。なので、でも楽していろんなものが手に入る。だから他のいろんな発展途上国と比べたら、ハングリーのように手に入れることが必要ないから、もう待ってることに慣れてるんですね。で、これは本当に楽しいこと自体も待ってる。なので、小学校の時とか、まあ、低学年とか、いろんな思春期のこともありますけど、みんな参観日の時に、はい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 ってこう楽しみに行ってたよね。楽しみに行くから運動会も楽しいし、で、テストも楽しいし、学校も楽しいしみたいになってくるんですけど、だん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 こう学校っていうものにやらされてやらされてやらされてっていうのになってくると、もう楽しもうじゃなくて、もう学校が言われることをそのままやったらいいんでしょみたいな、そのままやることを言われることをやれば、卒業させてくれるんでしょみたいな感じになってると、やっぱり、面白くないですよね。で、この先もきっと面白くならないと思います。だから、待ってるっていう、この僕はよくリアクションっていうんですけど、受け身の状態ですね。どの授業でもそうですけど、受け身になるのは能動的になるとか言われたりしますけど、なかなかそんなできないんですけど、なので、どうやったら毎日がおもろくなるのとかっていうのは、ほんまに、めっちゃ簡単なの。昨日と違うことをしてみるっていうのは、まず大事。今日もんないんやったら、今日のやってることでは自分はワクワクしないってことやから、明日ちょっと違うことしてみようと。で、それの多分、達成するときは本当はあかんけど、その先にあるのが、なんかいじめとか、誰かをこういじるとかっていうところの部分になるんですよね。面白いことがないから、面白いことを作ろうと思ったら、誰かをいじったりするっていうのが増えてくると思うんですよ。兵庫県かどっかでいじめが起こってる学校に、ヤンママが校長室に怒鳴り込みに行った話っていうのを聞いたことがあるんですけど、校長先生、なんでうちの子供がいじめられてるかわかるかって言って、校長先生は、すみません、今その原因を調べてますとか言うんですけど、アホかー言って、学校がおもんないからじゃって言うんですよね。いじめんのがおもろいからに決まってるやろ、いじめよりもおもろいもん学校にないからじゃってこう言うんですよね。もう僕は、まあ、全部の答えはそうやと思うんですけど、一理あると思っていて、学校っていうものが本当に面白くなくなってしまってる。今の子供たちのクリエイティブに対応してなかったりもするんかなというふうに思っているので、弱い者いじめじゃなくて、昨日とやっぱ違うリアクションからアクションを起こせるような何かをしてみる。なんか、自分が思ってたことを打ち明けてみるとか、例えば授業中寝てました、先生に怒られた、いや、すみませんって、寝るつもりなかったんですけど、先生の授業は本当に面白くなくてって言って、もっと面白い授業にしてくれませんかとか、こう聞いてみるとかね。怒られるかもしれないけど、でも本音をこうやっぱり殺すより、
もっと僕も面白いことしたいんですよ、だからもうちょっと一緒に楽しむことやれませんかみたいな提案するのもありかなと僕は思いますね、うん、なので、いろんなことを皆さん考えると思うんですけど、とりあえず今あなたたちが今一番おもろいこと、ゲーム、クラブ、恋愛、おしゃれ、わかんないですけど、今これは面白い、これは楽しいと思うことに全力を注ぐっていうのは僕はとても大事だと思います。これは学校以外でも仕事やってる人もそう。今何があなたたちの楽しみなんですか、楽しいことなんですか、燃えるものですか、ワクワクしますか。ここの部分って、どんどん年とともに変化するし、出会う人によっても変化するところだと思うけど、本当に大事にしてほしいなというふうに思ってます。これは過去のフレンズハイク出てくれたゲストさんも本当に言われてましたね。今をどう楽しむかですというのを言われてたので、ね、こういう人とかこういう人とかこういう人とかね言ってくれてたと思うので、その回をまた見てもらって、皆さんの今何が楽しめるのかっていうのをチェックいただければいいんじゃないかなと思うし、そこに全力、ね、注いではいいんじゃないかなっていうふうに思う。そうすることによって学校は楽しくなると思います、だから今楽しくないと思ってる人はお前がおもんないねっていうことですね、だからお前がおもろくすれば学校はおもろくなる、学校の環境を使えばおもろくなるっていうのは、本当に知っておいてください。今学校おもんないね、仕事おもんないねって言ってる人はもう厳しいこと言いますけど、あんたがおもんないねで、あんたがおもんない人やねんでっていうことを意識して、変わっていってほしいなというふうに思います。皆さんの力で学校がおもろくなったら幸いです。ぜひ、明日からチャレンジしてみてください。では終わります。バイバーイ。